フークオックリジバックドックとは、ベトナムのフークオック島原さんの犬種である。単に、フークオック、もしくはフークオック犬とも呼ばれる希少種である。太陽国原産の大陸ジバックドックの親戚種である。大陸ジバックドックと同じく、リンゴに近い犬種である。はっきりした追い立ちは分かっていないが、フークオックは離島の中で何千年も、純血を守ってきた。 タイリッジバックドッグとは別の犬種である。第二次世界大戦の際にはやむなく、食用にされ、戦後他地域から来た犬との雑行によって、絶滅寸前になってしまった。かつて、タイリッジバックドッグとの違いが明確ではないため、アッシュとしてそれと交配してしまうという案が出されたが、プーコックの愛好家や、プーコック島の住民は、猛反対し、統合による消滅を免れた。 その案が出されてからは、より一層、プークオックの保護活動が、盛んになり、島では保護センターも設立された。また、ベトナム本土では近年、プークオックに関心が高まり、ペットとして飼育されるものも出てきたという。将来的には、頭数が安定したら、不死への公認権主化の申請も行われる、予定である。島では、大切に飼育されていて、猟犬や番犬。 ペットとして飼育されている。多くは首輪を紐で繋がず、自由に家や遊び場に行き来ができるように飼育されていて、あまり主人以外の人に対しても警戒心を持たない。番犬として飼われているものは吠えて主人に来客を、知らせるが、決して侵入者を追い払おうとして吠えているのではなく、遊んで欲しいために吠えていると、近年の調査で判明した。猟犬としては、 身体能力が高く忠実なためかつてはパックで獲物を追っていた。現在はあまり飼料自体が行われないので、猟犬として使われることは少なくなりつつある。しかし、現在でも浅瀬でカニや魚を取ることも得意である。ペットとしては、人懐こく丈夫で管理がしやすいため、飼育がしやすい。対立バックはスムースコートであるが、プークオックは日本犬のようなショートコートである。 長い足で指の間に水かきがあり、泳ぐことも得意である。下には絶版と呼ばれる紫黒い模様があるものもいる。尾の規定部は三角形で、その毛先は黒い。うなじから王の付け根にかけて一筋のリチバックがあるが、対リチバックとは違って、型にバリエーションはなく、矢印型のみである。大きめの立ち耳でたれを、毛色はレッド、ホワイト、ブリンドルなど、 性格は恩和で忠実である。ありがとうございます。